トヨタカローラトヨタカローラフィールダーカローラフィールダーはトヨタ自動車で生産されるステーションワゴン型の乗用車であるトヨタカローラの派生車種でありフィールダーの通称で呼ばれている香港ではその前身にあたるカローラワゴンの日本国内向け仕様カローラビジネスワゴンカローラアシスタワゴンの 各シリーズおよびハイブリッドモデルのカローラフィールダーハイブリッドについても便宜上、省述する。カローラのワゴンモデルは日本国外仕様において初代モデルから存在しており、日本国内仕様は長らくバンモデルのみの展開であったが、四代目モデルのモデルライフの半ば頃にカローラシリーズのバリエーションモデルとしてようやくワゴンが追加される。 2000年8月のカローラツーリングワゴンシリーズのモデルチェンジに伴いフィールダーに改名された。日本国内において3代目のマイナーチェンジ以降、カローラシリーズの主力級を担う車種となっており、現行型においても、トヨタカローラ店の全国の販売力を活かし、個人需要のみならず、法人需要においても、巧みに組み取るマーケティングにより好調で、カローラシリーズ内で、 高い販売比率となっており人気ナンバーワンやステーションワゴン部門の新車販売登録台数においても数年に渡り首位を獲得していた。2011年以降からは同社のプリウスのステーションワゴンモデルにあたるプリウスアルファーにその座を明け渡したものの、口述の通り、後にフィールダー自身からもハイブリッドモデルが登場する。 2013年10月に、同社のサクシードワゴン、およびプロボックスワゴンがそれぞれ販売終了となった、ことから、2019年9月現在の時点において、同社唯一の5ナンバーボディを用いた、ステーションワゴンとなった。エンジンは、当初、1.3リットルの 4KU2 型オフ、ガソリンエンジンのみの展開で、グレードは、当初1300デラックスと 1300GL の2種。 トランスミッションは当初は4速 MT のみ。最初のマイチェンジに5速 MT を標準装備した1.8リットル 1C 型再 1C ディーゼルエンジン搭載の 1800GL を追加。リアサスペンションは E70 型版と共通のリーフリジットを採用し、ステアリング形式はガソリン車がラックピニオン、ディーゼル車はリサーキュレーティングボールをそれぞれ採用。 なお、欧州、豪州向けカローラワゴンは日本では2代目、スプリンターカリブとして、トヨタオート店で販売されていた。ありがとうございます。